How are you doing guys? この番組は元大京メディア出身の偏向報道はやめてほしい側の侍ジャパンがお送りする腕時計。さあ今回はみんな大好きロレックスエクスプローラー1レビューです。じゃーん、 Let's take a closer look at it。 こちらは2016年からの現行モデル、レファレンスが214270214270ですね。こちらは私物でして、購入から半年が経過。ロングタームテストも終えています。後ほど詳しく。This program is brought to you by Samurai Japan。今回の主なトピックは、エクステリア、サイズ、タイムグラフ、リストショット、コールグショット、まとめのコメンタリーとなります。ブンブン行きましょう。早速参りましょう。Let's go! 準備 OK です。こちらは2020年9月に並行店での新古品での購入です。正規店はまあ購入の制約がありましたので、まあ、やや仕方なくと。まあ、それはそうとですね。値上がりがやばいことになっていますね。あの並行店9月時点では昨年のこれ82万円だったんですよ。でそれでもまあベラボーに高いですけれど、まあ、本日2021年3月現在価格コムの平均価格を見てみますと、なんと120万円、と激しいですね。これは一つの要因としましては、もちろん2021年4月にロレックスの新作発表が予定されていまして、あくまでも予想ですけれども、皆さんの本命のエクスプローラー2とともに、こちらエクスプローラー1の名前が上がっているものですからね。激しいです。それから今右手こちら、ロレックスの全モデルの動画を流しているんですけれども、エクスプローラー1と、それから2ですね。この動画がないんですよ。まあ、せっかく流したいんですけどね、挿入とかでインサートしまして。これまか不思議ですね。何かを示唆しているのか。ウェブのオフィシャルには、これ、記載はありますね。こちら、ロレックスエクスプローラー1。正規店価格 MSRP は69万円ですね。からの120万円ということで、その上昇率がお分かりかと。まあ、では、早速正面から見てまいりましょう。今もう見えておりますが、もう仕上げに関しては素晴らしいということがぴったりですね。このモデルも剣道でいうところの鍛錬であるとか練度がすごいですね。どん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 インプルーブされて。圧倒的存在感ですね。で、相変わらずのこうフラットサファイアですね。バチッと映り込むタイプですね。じゃーんと。ドアップにしまして、ダイヤル行きましょう。こちらは、まず光沢感のあるピアノブラック仕上げというところですね。で、グラデーションはなしですね。ですので、このように、まあ今光を反射させていますが、印象伝わりますかね。綺麗ですね。で、ハリインデックスはもちろんホワイトゴールド、ブルーに光るクロマライトが塗布されていますよね。後ほどコールギショットで。この毎回ですが、スタイリッシュな外観を作り出しているこのフラッシュフィット。ここのブレスのつなぐ部分ですね。まあ、このあたりがやっぱり綺麗ですから、スパッと、とっても美しいですね。この周りのベゼルはスムースベゼルで、ミラーポリッシュですので、このように映り込んでいますよね、バックが。非常に綺麗ですよ。
この手袋もこのようにしてじわーっと綺麗に見えてますね、この毛のようなところ。そしてこのデザインですね、もうこれ以上変えるとこあるのというほど洗練されています。もうこれは認めざるを得ないですね。それでは先に操作性いっていきましょう。もうごくごくシンプルですね、こちらクラウンはねじ込み式のツインロック、何回で解放されるでしょう。1、2、3、4、5、6ですね。6で解放今されています。そしてこのバネがちょっと効いている状態と、はい。それから一つ引っ張るだけでプチッと、うん、今ここ秒針止まりましたよね。そうするとここでもう時間調整時刻調整をするだけと、そしてカチンと。であとは音ですね、ネジ巻き上げの音聞こえますかね。そうですね、もう今時のという感じで音はほとんど聞こえませんね。マイクでも拾っているかどうかわかりません。そして、オイスターブレスへ移り、この吸い付くようなブレスレットの快適性ですね。まあ装着してみないとわからないところがありますけれども、この線、例えばセンターのコマも微妙に動くんですよね。これは見た感じだとほとんどわからないかもしれませんが、手触りだと動いているのがわかりますね。これがいわゆるオイスターブレスレット。写真ありましたら挿入していきましょう。はい。まあ、このような細かい作りが、そうですね。あとはコストのかかったと申し上げても良いでしょう。そしてこちらは、このように、セーフティキャッチのダブルロックがついています。で、これを外しますとね、このようになっています。基本的にはこうツルピカですね、このように快適性を高めるイージーリンクがついていますね。イージーリンクですね。ここをパチンと外すと5ミリ延長されますね。まあこれによってちょっと緩くつけたいなという時には重宝しますね。でこれを元に戻す時はカチンと気持ちよく、そして全く痛くなく。そしてこのロック、こちら行きましょう。締め具合どうでしょう。これ今ここが動いたの分かりますかね。まあまあいつもやっているところですけれども、ここがバネになってぐにゃぐにゃと動いてるの分かりますよね。とっても細やかな作りで複雑な作りと。なっていますね。これがまあ快適性を生み出しているんですね。このパチンパチン声ですとかね。で最後はコトンといきますね。はい。まあこのようにまあもうほとんどかなんかご存知だと思いますが、一応念のためいきました。こちらムーブメントですけども、裏は見ることができない伝統のロレックスですね。スクリューバックで閉じられています。このキャリバーは3132-3132を搭載していますね。そして精度はロレックス独自の高精度クロノメーター。日差がマイナス2から+2セカンドを保証していると。すさまじい精度ですよね。まあ、後ほどタイムグラファーで詳しく。で、この高精度クロノメーター認定。ですけれども、これは、コスク検定の後ですね、ケーシング後にロレックスが認定するということですね。ですから、まあ、ダブルテストを行うと。コスクに出して、で、戻ってきて、そしてさらにロレックスが検定して認定するということですね。振動子は胎児性ブルーパラクロームヘアスプリングと、おなじみのものですよね。巻き上げは両方向自動巻きと。そしてパワーリザーブは48時間となっています。これがもう今は70時間にどん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 伸びて、キャリバーが刷新されていますので、そのあたりも要注目ですよね。ざっとね、ご覧になっていただいたところで、それではサイズへ行きましょうか。
こちらまずはワイド幅ですね。ダイアメーター 39mm と 39mm、 まあちょうどいいサイズ感ですよね。 39mm、 今ちょうどオイスターパーペチュアル新しい型が乗っていますけど、これが 41mm へとドーンとで、その次が 36mm ですよね。こちら今度は縦ラグトゥラグですが、こちらは 47.2mm 47.2mm と、まあ非常につけやすい。後ほどリストショットでもいきますけれども、縦が短く収まっていますので、これはどなたに取られてもつけ心地の良いブカブカ感のないサイズと言えると思いますね。そして厚み、シックネスですね。こちらが 11.2mm と 11.2mm。 とっても薄いので、まあ何のこう違和感もなく、邪魔することもなくというサイズ感、この絶妙なサイズ感、やはり全世界で支持されると。今度はベルトの側に移りまして、ラグ幅ですね。ベルト幅、ここは 20mm ちょうどとなっています。 20mm と。そして後ろ裏側に回ると、こちらはテーパードダウンしまして 16mm、 4mm テーパードするということですね。ギューッと絞り込まれると、この絞り込み具合がカーブの美しさを作り出していますよね。このような感じで装着感出ますよね。そうするとギューッとね、一直線にこうラインがつながる感じというのが出ますよね。まあとっても良いですね、やはり。それでは次はタイムグラファーへ行ってみましょう。 Let's go。 リハーサルの時は0が続いていたんですけど、今0からプラス3と出ていますね。一応今行きましょうか。プラス3セカンズパーデイ、プラス1セカンズパーデイで、アンプリチュードは277度、これ適切ですよね。300度以下に収めたいと、当時性能、でビートエラー 0.2 出てます。で、28,800 振動と、 4Hz、4Hz ですね。まあ精度高いですよね。それからこのロングタームテスト、日常生活、まあ、ある程度事務的な作業が多い、方ですけれども、まあ、それですと、日差がプラス 1.6 秒パーデイと出ますので、まあ十分かなと。やはりこのロレックスは当時性精度ですよねを非常に重視していると、まあ、ウェブページにもドーンと書いてありますので、とっても精度良いですよね。マジックというか不思議でならないんですけれど、大丈夫ですね。以上です。それではリストショットスーッと行きまして、いつもの距離ですね。まずは遠目から行きましょう。この横の、収まり具合、このあたりご覧になれますかね。ぴったりと収まりますね。それから近くへぐーっと寄せてみますと、このように映ります。ギュッと。ちょっと今これはシャントのねバンドの跡です。と、私の手首周りは 18.0cm ですね。で、このように映っています。まあ全く問題ないですよね。ギュッと。これは画面補正されています。肉眼の 3D でほぼ同じ大きさに見えています。とっても装着感良いですね。この振られる感じもほとんどないですね。時計の重心がこの手首の内側にある感じ、中の方にある感じがしますね。重心ですね。ね、トップヘビーっていうのはもう全くないですね。そしてこのブレスの具合もこのようになっています。ちょっと開けてみましょうか。この位置に来ていますので、まあ、ちょうど手首の平べったい部分に乗っていますよね。ですので本当に快適性を全く損なっていないこのブレスレット、さすがですね。こう見た感じすごくソリッド感があって、ちょっと痛いのかなと
思ってしまいがちですけれども、全くそんなことないんですね。すごく角が取れていて、まあこのあたりはこの実用性、素晴らしいものがあります。ギュッ、まあこのぐらいですよね。普通はこういう感じで動きながら、まあ他人様からは見えていると。でそんなにキラキラとは光るイメージではないですけれども、やはりこの周りのスムースベゼルですとか、この横のあたりはもうミラーポリッシュ仕上げですので、ある程度こうキラキラとは映りますが、そんなに派手ではないですから、バシッと目立つわけでもないので、そんなに嫌味にも映らないと思います。今の時代に合っている感じがしますね。非常にこのバーサティリティ、汎用性の高いモデルと、素晴らしいですね。次は後続ショットいきましょう。まあ綺麗ですね。とっても綺麗。このクロマライトですね、若干ブルーがかっていますけれども、実際には割と黄緑ですね。こちらのちょっと上に見えているかと思いますが、この LED、 これがまあ本当のいわゆるブルーですね。まあそこから比べると、で左側にもちょっと黄色、まあ黄緑ですねの LED がありますけれども、それと比較されてみるとどうでしょう。若干ブルーがかっていますが、そんなにブルーでもないんですよね。こう適切な輝度、明るさ、輝き度がありますよね。まあくっきりとして、この辺りもクオリティの高さを感じますね。みっちりと、まあ、メルセデスハンズのところにもみっちりといいですよね。素晴らしいと思います。それではサマリーコメンタリーです。皆様いかがだったでしょうか。まあこれはもう本当に死角がないと、例えばですよ、重箱の隅をつつこうと思っても見つからないと、まあそんなに意地悪ではないのでわざわざそんなことはしませんが、基本的にはもう申し分ないのではないですかね。このスルピカ具合、少しエイジングでこう傷が入っていますが、これもまあまたね、まあ後ろこれ見えているかと思いますね。このようにこのように見えますね。ギューッと、でこちら側もこのようになっていますね。綺麗ですね。なんでしょう、この完成度ですかね。やはりこれ例えば新型が出るにしてもですよ、まあ、どこをどう直すのっていう感じ新しい世代のデザインコードというのもあると思いますので、まあそのあたりは少しずつ変わっていくものでしょうけれど、ほとんどまあ皆さんがおっしゃいますけども完璧に近いですよね。もう息を呑む、素晴らしさと。では日本のみならず、まあ、全世界で愛されるというのが分かりますよね。まあその世界的にという意味で申しますと、まあ悲しいかなね、投資商品としても認知されてしまったこの実用の王者ロレックス、まあ、世界的視点で見ると値が下がることは難しいかなと考えます。ですので愛好家としてはまあ全く悲しい限りなんですが、そうですね、どうしましょう。あの頃のロレックス、よくね使いますけれども言葉として、まあそれはもうそろそろ終わりにした方が良いのではと、あの頃はと。気持ちはわかるんですけど、もう時代はどんどん変わっているんだよという、まあ新しい世代のとしての感覚値もまあ認めていかざるを得ないというところなのかなと。あの頃のロレックスはもうおしまいにしよう、そして新しい世代の発想でいきましょうと。
皆様いかがだったでしょうか。お気軽にコメントくださればありがたいです。この度は こちらで以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。